今日はそしたら肩甲骨の気持ちいいほぐし方をやっていきます。お願いします。まあ、まず肝心なのは肩甲骨の形ですね。まあ、外からだとこうなかなか触って分かりづらいっていうセラピストさんも多いかもしれないんですけど、なるべくこうなんかスケルトンっていうか中の骨格がつかめるようにいっぱい練習をしたり、いろんな人触ってみてください。で、大体この方の肩甲骨だとここからこんな形ですね、カーブしてます。で、どの位置をほぐしたらお客様が気持ちいい、あそこそこっていう、こうやってほしいポイントをやってあげられるかなっていうのをちょっといろいろやっていきます。まずちょっと腕を下ろした状態でこのあたりですね。これどうですか、気持ちよさ、ほぐされ感。気持ちいいことはいいですね。ただなんていうのかな、何かもうちょっとポイントは効くってところもありそうな感じがします、それ触られ方ですかね。今こう揺らしていると割とこう浅いところ今されてる感じなんで、ちょっとまあ硬いのでもしかすると奥までちょっとまだ届かないかもしれないですね。というか際をやられてる感じがして、そこより離れた方が、そうですね、さっき言った今肩甲骨の本当に縁から少し体の中心寄りに動かす形にしてます。じゃあここよりも指1本分ぐらいこちら側に体の中心寄りにしてみます。あ、こっちの方が全然効きますね。おだそうです。意外とこう肩甲骨の際が分かんないんですっていう方でも、肩甲骨に寄りすぎるよりは背骨より体の中心寄りからほぐしてあげた方が気持ちいい、受けてる方は気持ちよさがあるようです。肩甲骨の形がくっきりはっきりつかみきれてなくても、ちょっと肩甲骨より離れたあたりからやってあげるといいかもしれないですね。ちょうどそのあたりが一番気持ちいいですね。ね、ここちょっとコリコリしてますね。ああ、してますか。で、少しずつこうほぐれてきて、肩甲骨の形がね、さっきより見えるようになってきたら少し近づいてみてもいいかな。またちょっと効き方が変わりますよね。変わりますね。だからこう張ってる状態でいきなり肩甲骨のこう際を狙おうと思うと意外といいことないかもしれないですね。でよくわかんないとこを狙わなきゃいけないし、受けてるお客様もなんかもうちょい効いた感じがないなっていうことになりやすいので、肩甲骨の際よりも少し指1本分ぐらい体の中心の方からほぐれてきたら肩甲骨に寄っていくみたいなことが気持ちいい、お客様をもどかしい思いにさせずに、あ、気持ちいい気持ちいいっていうのをやってあげられるかもしれないですね。あとよくあるパターンとして、腕をちょっと見なさいね、こっちに回したりとかして肩甲骨を浮き上がらせて際をやりたいんですっていうセラピストさん結構多いんですけど、ちょっとやってみますね。はい、どうですか、肩甲骨がちょっと盛り上がってきて少し分かるかな、いつでもとやるとしたら、こう背骨がここにあって肩甲骨がここに寄ってきているので、この多分縁を、なんかいまいちな反応ですね、なんか鈍くなりったというか刺激が全然届かなくなってますね。もうちょっと際いきますね、これだとどんな感じですか、肩甲骨とか骨、私の指の感じだと骨を触ってる感じなんですね。これもそんなに変わらないですね。変わらない感じ、そう、意外とそうなんですよ。まず肩甲骨浮き上がらせて、本当際とかこの肩甲骨の中こっち側を狙いたいって思われる方多いんですけど、意外とね、体感としては気持ちよくないというか、いまいちなことが多いので、あんまり刺激がないですね。そうなんですよね。要は
肩甲骨を揉んでも気持ちよくはないんですよ、骨なので、うん、肩甲骨の周りについている筋肉を揉むことでほぐされてる、気持ちいいっていう体感があるので、あまり肩甲骨にこだわりすぎるとかえって気持ちよくないっていうのが結構あるあるですね。なので、まあ、後ろに回したいとしてもこの脇に置くぐらいでやってあげる方が、あ、これは刺激、うん、いいですね。で、特に首肩凝ってる人だと後ろまで回すと結構こっちがきつかったりするんですよね。力入れられてしまって余計ほぐせないこともあるので、まあ、横に下ろす感じで、なるべくこう楽な状態にして、で、ほぐしてあげる。全然刺激ありますよ、こっちも、うん、気持ちいい。そう、押してる感じは大して今後ろに手を回した時と今と変えてないんですけど、あ、全然気持ちいい。受け感が違いますよね。違いますね、これは。で、私も触ってる感じ、こっちの方がこう一緒に指と一緒に動くお肉が多いですね。で、そのお肉が動く感じが施術者側がするっていうことは、それだけこう筋肉揉まれてる、ほぐされてるっていう体感がお客様にもあるということなので、そこそこ最高、はい、意外とシンプルにこの方が気持ちがいいです。可動域広げたくて腕回したりとかストレッチしたりっていう主義があるかと思うんですけど、それをする前にもやっぱり硬いところを少しほぐしてあげる、なんか耕すような感じ、ちょっと柔らかくしてからストレッチしたりとか動かしてあげた方が深部まで緩んでくれますね。本当全然違いますね、うん、こっちの方が気持ちいい、うん、あ、やってもらってるっていう風に、やってもらってる感じします、うん、なりますよね。薬膳症なのでちょっとね、こういう体幹ってすごい大事だと思うので、肩甲骨にこだわるよりもその周りの筋肉やってあげた方が体幹としては気持ちいいにつながりやすいです、うん、気持ちいいです。ちょっとよかったらこの位置とかをもう一回見直してみてください。最後まで動画を見てくださってありがとうございます。このチャンネルではセラピストなどを続けたい、そんな方に向けて施術のコツを配信しています。よかったらチャンネル登録、グッドボタンもよろしくお願いします。そして講座の一部をメルマガで配信しています。無料で学べますので、よかったら活用してください。ヤンミをよろしくお願いします。